どうも、このるです。きーたろです。じゃあ今日はネクスジの JIP ファミリーとの TikTok が話題なので、そちらの発表していきます。まあ、絶賛ね、まあいろんなコンテンツ出してくれてるネクスジだけど、TikTok もね、いろいろ出してくれてて、結構その JIP の先輩方とのさ、TikTok がいっぱいあって面白いよね。ねー まあ、まず、やっぱり、来てくださいのさ、j y p パークさんから始まり。<laughs> いや、そうなん。<laughs> てか、まずそこに驚きじゃないいや、そうなん。j y パークさん。めっちゃ速い動きしとると思ったもんね。そう。てか、うん、結構俺なんか、なんなら、こんなに、軽やかに踊ってる j p パークさん、初めて見たかもしれん。本当に、結構ね、うん、彼活、か彼と言っいあだけど、あの、j p パークさん活動してる中で、ウニョンと一緒に踊ったり。うん、まあでも、確かにここまで速い感じのやつではなかったかもしれん。うん。うんでも そっか、現役バリバリアーティストでライブとかもやられてるもんね。そう。あ、でもそもそもキータルさんは、その、ダンスしてるやつ自体見たことないみたいな感じ系。うん。いや、本当に、そ、そんなレベル。あの、なんかそのさ、トゥルトゥトゥルトゥルトゥトゥトゥルトゥルみたいな。だから、それそれ、モンニョンってやってるやつ。あ、それ、あ、そうそうそう。そうだろだそうそう、あの、ふわふわの帽子かぶって。うん、そう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 。トゥルトゥトゥみたいな曲。そう。あれ、そう、あれぐらい見たことある。 <laughs> あ,あれキャッチーな動きだもんね、あれね。そうそう、可愛い,い。結構真似されること多いじゃん、あの振り。うんうん。そうだね、そうだね。うん、でもなんかあれだね、やっぱさすが、なんかさ、背中で見せるタイプだよね。やっぱね、j パークさんね。この、うこうやるんだぞ、みたいなさ。うん、ダンス超キレッキレだったよね、キレッキレッ。そう、めっちゃ上手そう、キレッキレッ。そのね、体も軽いしさ。出た。そのパターン、なんかそのパターン、私サッカーで見たことあるね、フットされて見たことあるよ。<laughs> ょっと待って。さっき言われた、<laughs> そうだね。そう、そっちにつなげようと思っとった。だって、なんか、急に出てきたと思ったらすげえうまいみたいなさ。<う> <laughs> ねえ。 しかもガチでさ、ガチの格好をしてやってきてさ、もうフットサルやりますみたいな。うんそうだね。やっぱ健全なスポーツうん。がね、いいもんね。やっぱね、健全な趣味を持てってね。そ <laughs> うだもんね。そう,そうそう。<っ>休みね。そう、休みを仲間と体動かせみたいなね。そうだね。え、てかさ、健全な休み、ほんとそうだね。今、K、K-POP 界は揺れとるもんね。<laughs> いや、そうな。い <laughs> や、そうな。んかね、<ー>ちょっともう、ね、ちょっとねお、多くは触れんけど、まあちょっと残念 <laughs> 音をね音を言っとるんよ。ねを言っとるよ。いや、ねを言ってないよ。<laughs> い僕は触れんけど、そう。なんか今ね、ちょっとあれだから。違う事務所がね、違う事務所が大変だから。<laughs> 大変だから、やっぱり、そうだね。いや、いや本当ジ j p パ r さんが言ってた本当その通りだね。いや、そうやっちゃ、うん、やっぱ、スポーツしてさ、ね、休日過ごす大切さを学んだよね。私たちは j p ー r k から、うん、休日にスポーツする大切さを学んだよね。うん、学んだ、学んだ、学んだ。そう。えー、絶対、ビクスジはなんか、スポーツして、お願い <laughs> お願い <laughs> いやいやい,やいきなり、話がどんどんそっちになっちゃう。いや、そうそう。いや、でもほんとそう。ね、あのー、これからスターになっていくわけやねか。かもうそれを 望んでるわけだけど、うん、ま、それに至る過程ではさ、やっぱいろんな誘惑があるわけじゃん。あるよ、うん、誘惑が。うん,うん。マジで。えぇ、ー、<laughs> 頼む頼む <laughs> 知らん人はね、どういうことってだって検索しなすかもしれんね。いで調べなくていいです。いや、そうそうそう。いや <laughs> いや、ちょっとね、置いといて、<laughs> そうだね。うん。何の話だっけ <laughs> <laughs> 健全なスポーツの話。健全なスポーツ。<laughs> うん、うん。いや、本当なんか j p a r さんだからさ、本当に結構、ニジプロ2の時もさ、その、体の動かし方とか、そのね、やっぱ手は、ゃんとほ、なんか、体の芯から出してとかさ、ね、うん、その、そういうこと言ってたけど、やっぱり、もう、説得力あるよね。本人がちゃんとできる人だから。いや、そうだね。また、いいね、なんかさ、こう、ちょっと、同僚感っていうか、ないけど、そんなことはないけど、やっぱさ、アーティストとして立ってくれてるから、社長っていうよりかは。うんうん、社長というかさ、その、ね、 ボスっていう感じよりかは、なんか一緒にやってる先輩みたいなさ、なんかその感じが出ててすごいいいね。うん。うん、いや、本当だってともやくんもさ、最初とかなんかちょっとさ、おちゃらけて振りやったりとかさ、そのニコニコの感じとかさ、うん、もう全然気を使ってないっていうか、なんかその、いいさ、<laughs> <から S 2> フランクな感じの関係性が見えるじゃん。うん、そうだね。いや、いいね。え、てがしかもさ、うん、ごめんね。ちょっとさ、話変わるけどさ、コメント見てたらさ、なんか、この子たちも、 いずれ、もちごりいじりするんやろな、みたいな、言ってて、その、そういう流れがあるんですか ?JY のファミリー確かに。てか、そんなコメント多いよね。えじゃそう、すごいよね。スキズ先輩とかさ、なんなら 2PM 先輩とかさ、それ、そう、語り継がれてるんそういう流れなんかね。まあなんか、ちょっと、結構、なんか言いやすい感じになるんかね、もしかしたらね。先輩に対して。てか、なんか、ジャパックさんももしかしたらそういうの望んでるっていうか、そういう関係性でいい。 みたいな。キータローはそういうタイプだから。なんか。<laughs> ジェアパックさんになりたいいや、なりたいっていうか、その、後輩とかから、その、ちゃんづけとか、タメ語で全然呼ばれたいタイプなんよ。うん、ああそう。なるほどね。うん、うんうん。なんかその <laughs> フランクな感じでいてほしいから。ああ<ー><う>まあそれはわかるよ。うん。ジェアパックさんも、まあ違うか、社長だもんな。<laughs> <laughs> なんか、まあどうなるかわかんない。でもそういうのもちょっと見物だよね。な,なんかやっぱうん、うん、関係性がちょっとずつ変わってくるわけじから、ね、絶対活動してくる。 確確かに確かににもちろんさ先輩でもあり上司とかそういうのは変わらないんだろうけどなんかねなんかどっかしら気楽に話せる感じになったりとかするんだろうなと思ったらなんか面白いよね。うんうんね なこれからも楽しみ、うん、あと、あれじゃないそのさ、え、私さ、ネクスジのさ、メンバーの身長知らんがんね。もう公表されとる、うん、それって。いやー、どうだ、って俺も詳しくないけど、公式に出てなかったら分かんないんじゃないいや、そうだ、なんか、なんか、ちらっと見たらなくて、あ、ないんだ、と思ったんね。うん、で、なんか、J.Y.Park さんが180ぐらいあるのかななんか、うん。ちょっとコメントで見た感じだと、なんか、その、J.Y.Park さんと同じぐらいだから、トもヤ君180ぐらいあるんじゃないかなみたいなことを言ってる方いて、<ー>そう。なん なんか、ちょっと知りたいんね私今。<laughs> ちょっと、ど、どのぐらいなんだろうと思って。ちょっと興味あったの、身長。うん。確かにそうだね。結構みんなスラッとしててさ、なんかその、ゆうきくんもさ、うんうん、大きくなったしさ、なんか、結構さ、うんうん、その、バーって1列並んだ時にさ、あんまデコボコしないもんね、ネクスジってね。うんうん。いや、そうそう。なんかバランスいいしさ、体型のね。もちろんアイドルだからそうなんだろうけど、みたいな。ね、うん、ちょっと気になるじゃん。知ってる方いたら普通に教えていただきたいじゃん。確かに。 あとさ、スキズ先輩のバンちゃんともやってくれてて、なんかさ、すごいよね、なんか。うん、もう今さ、今収録してる段階では4時間前なんだけど、再生回数がもうすごいことになってるよね。50何万とかだよね、やっぱ。うん、やば。ねえ。 なんかさ、そもそもさ、そのバンチャンさんはさ、ファイナルのさ、先行の場にいた方やねんか。その最終決ってはさ、うん、もちろん j p a r クさんなんだけど、やっぱ、その一人だったわけやねんか。選ぶ側の。そうだね。うん。えもー。えも確かにそうだね。そっか、だってファイナルって、そっか、まだデビューメンバー決まってね、決まってないとか、決まる前のステージを見てくれてたから、うん、確かにエモいね。いや、そうそう。しかもさ、こうやってさ、アーティストとしての、もうガッツリ装着て、うん、で3人並 ぶといやなんかバンちゃんもめちゃ可愛いやなんかわか,、ね、かる。そう。若いよね。若いよね。ってかさ、まあ若いんだけどまだ。若いけどその、<laughs> デビューしたての10代のネクスジと並んでもさ、その、新鮮さって、うん、か、うえしさがさ、すごい変わらないっていうか。いやそう,そうそうそう、すごい、うん、すごい3人じゃん。しかもなんか、その猫的な、あいあいあいみたいなとこあるじゃん。うん、<laughs> そこなんかやたら可愛くない <laughs> どうなっとるみたいな。 めっちゃ可愛い。しかも、この並んでるさ、智也春とさ、並んでるわけだけどさ、うん、その、ばんちゃんが短パンだからね。うん。<laughs> <laughs> そうだよ。ちなみにさ、私さ、スターライト、<え>あネクシーのさ、デビュー初見のやつ、うん、見た、見たらさ、全員短パンで、あ、そうそう,そうやっぱコンプリートしとったと思って、短パンコンプリートしとったと思って、すごく感動したんで。ね、しとったね、あの時ね。<laughs> やっぱさ、そのデビュー間際は短パンに限るみたいな感じのね、スタイリストさんがいてさ、うん、で、ばんちゃんも短パン。<laughs> バン,ちゃんバンちゃん結構ベテランだけどまだダンパンみたいな最高。<laughs> わから夏だからかもしれん。<laughs> もしかしたら。まあね、まあね、うん。えー、てかかわいいね。なんかあとさ、なんか、ちょっと雰囲気みんな似とるね。なんかね、みんなかっこいいしさ。わかる。髪型が似とるからかね。うん、確かに、雰囲気似とるそう。え、てか、いいね。え、バンちゃん、いいね。うん。てか、この字、なんかファミリー感やっぱあるよね。この3人、ね。あるなんかあれだね、JIP のカラーみたいなんて、やっぱなんかさ、自然とさ、なんか馴染んでくる感じなんかね、みんながね。あー、そうだね。うん え、めっちゃいいじゃん。スキズ先輩、ありがとう。もうスキズ先輩が、先輩にいてくれる心強さったらないよね、なんか今の時代。そうだね。ありがたいじゃう、うん、だってさ、スキズ先輩さ、てかさ、バンチャン先輩さ、チャニさんっていうのかなチャニさんさ、うん そう、作曲とかも天才じゃん、結局。<laughs> なんか。そうなん。クリエイティンもやばいもんね。やばいもんね。うん、てか、ダンスもうまくないそうして。ダンスもまくな<か>いうまい上手い。え、コラボか。え、てか、なんかさ、あれじゃないあの、なんか年末のさ、受賞式に X ジが出れるかどうかはちょっとわからんけど、出てほしいと思ってるじゃん。で、うんうん、出るとしたらさ、大体新人ありがちなんは、やっぱさ、先輩の曲やったりするんじゃん。ああいうときって。うんうんうん。そうだね。 なんかちょっとやってほしいよね。なんかどれか。確かに。そうだね。なんかちょっとしたさ、なんかステージのちょっとしたところで、ちょっとカバーとかさ、リレーダンスみたいなところではなんか見たことあるけど、がっつり年末の祭典でさ。うん ガチのやつでやってほしいよね。うん、ちょっとやってるの見たいよね。いやそう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 。ね。よく、私笑わんの曲を、アイズワンがやってみたいな、そういうさ、なんかやっぱ。確かに。うん。てか、笑わんの曲、ゼビワンやったの最高やったよね。<laughs> <laughs> 関係ないんだけどそれはそう。<laughs> いや、それはそう。だからなんかその、そう。だから結局そのなんかさ、なんか直属の後輩っていうか、なんかその直系のさ、後輩みたいなのやる厚さあるじゃん、うん、なんか。あるあるある。うん、そう。だからやっぱその流れで言ったら、スキズ先輩をやるネクスジュみたいな、 なんかそういうね、直径がやるエモさみたいなのもあるもんね。うん。なんかどっかしらさ、その多分、あ、なんていうの、エグザイルプライド的なさ、あ、トライブか、ごめんごめん。エグザイルトライブ的なさ、その、うん、ね、魂を受け継ぐみたいな。ライジングさ、みたいな感じで、うん、やっぱなんかしらに <laughs> 似たりするもんね、やっぱ。そう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 、うん、なんかね、そうそう,そうカラーみたいな空気感みたいなのがね、やっぱりちょっとね、うん、感じるものあるもんね、結構ね。いや、そうだよ、トライブ一人だから。トライブ一人ね。<laughs> <laughs> じゃあ、フィートライブ、一族みたいな。言いたいだけ。<laughs> 完全に。あと、あれじゃないこれ、そもそもさ、あの、この間、パフォーマンス披露してた、うん、あれ、因果のフェスみたいな、K クロスみたいなやつだっけな。ちょっと名前忘れたけど。うんうん、なんか、あれの、あれの完全に裏みたいな感じじゃん、衣装的にも。そうだね。赤い衣装だもんね。そうで、その、スキズ先輩もさ、挨拶した時にめっちゃ黒い衣装だったにか。うん。うん、だから、裏ではやっぱちゃんと撮ってたりするんだ、みたいなさ。確かに。え、何それ。 <laughs> なんかそ、ね、そう、そう、めっちゃいいじゃん。なんか、あの時はさ、その、ステージ上のさ、挨拶だけかと思っとったからさ、それだけでもわいとったけど、裏でこんなんちゃんと用意してるんじゃん、みたいな。いやー、そうそうそう。そうてか、そもそも覚えてくれたもありがたいしね。<や> <laughs> バンちゃんが、ね。いや、ほんにそう。ね あとやっぱさ、その、最後にギュッてした時に、そのバンちゃんの横のやっぱ春友やの、このニコニコの笑顔がさ、めっちゃ可愛くてさ、なんか癒されるね。うん。うん、いや、わかる。めっちゃ可愛い。 いやそうなん。ねだってさ、この二人ってさ、そのネクスジンの中ではさ、結構お兄さん組っていうか、ね、うん、結構上の方だけど、やっぱりさ、バンちゃんを前にすると弟の顔、みたいなさ。ええー、やめてよ、もう。そのさ、智也やくんはさ、やっぱさ、ちょっと、ね、ほら、デビューでふ <laughs> んってちょっと泣いたのがあってさ、うん、なんか、弟の顔って言ったらそういうあれかなってなるし、<laughs> <や> <laughs> 個人的には。確かに。そうだね。う <laughs> <て>ちはほら、一本前の動画ではね、やっぱさ、智也やくんって、本来だったら、全然マンネでもね、いけるのに、 ややっっぱネクスーーと、ね、年上だからリーダーやってみたえ、なんならばんちゃん先輩に相談したりするんかね、今後ね。ああ、でもなんか良き先輩でありお兄さんみたいな感じするから、なんかありそうだよね。ありそう。うん。えー、心強すぎん心強 <laughs> だとしたら。しかもほら、ともやくんさ、結構その、ステージやるときさ、オーディション中さ、結構自分でビート作ったりさ、なんかしてたから、そういう、クリエイティブな面とかでも もうすごい教えてくれそうじゃんダメになるっていうか確かにえー、<ー>えいいねなんかさいいやっぱさ曲作ってる先輩いるのってなんかありがたいね、うん、そうねそうこうなりたいって思うしねやっぱそもそも確かに確かに、うん、それでめっちゃ成功しとる人達だもんねいやそう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 、うん、あとはイチ先輩のイエジさんとセイタヒュイがやってるのもあるね そうだね。私も、えじちゃん、普通にいち好きで好きで。うん、しかも、ダンスうまいんよ。で、うまないやっぱ。うまい。いね、うまいってか、かっこいいね。ほら、あんまり存じ上げてなかったけど、なんかお顔もすごい綺麗系でさ、うん、しかもかっこいいパンツスタイルで。いや、そうなん。ええやろ。うん、いい。うん。 なんか、いいお姉さんって感じだよね。また、オーラが。い,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 いや、わかる、わかる。え、その、この、髪、長い髪を振り乱して、おの、超かっこいいんだけど。わ <laughs> かる、あの、下がって、おー、おー、おー、のさ、あそこでさ、ファサーってなる。ファサファサなるじゃん。ファサさんみたいなさ。<laughs> <う> <laughs> ちょえ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 みたいなそうんそ,う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 そういや本当にいやめっちゃかっこいいね <laughs> いやそうなんか暑いねやっぱ、うん、なんか一先輩そっかなんかさ二重先輩がやっぱり結構そのヌナみたいなさ感じのあれがあるじゃん,んトムヤクのヌナトムヤクリーダーでさでも二重先輩の上なんだうわなんか考え深いねやば今来たそうでもなんかそのさらに上の一先輩とこうあんまこう 交流あるんかなと思ったけど、まあ、やっぱこういう TikTok とかで交流あるんか。ね,<ー>ねなんか、その、イエジさんがかっこいいから、なんか、なんかその、ちょっと姉御感っていいね、なんかすごい。うん,うん。そう,そうそうそう。しかしなんか、いいね。なんか爽やかなかっこよさあるね、みんな。うん。いや、そうそうそう。なんか、いいね。その、男女だけどさ、その、わ、うん、かる。全然変な感じしない。変な感じっていうか、その、普通にかっこいいよね、作品として。うん、うんうん。でもさ、女性と ってさ、なんか、ちょっとだけさ、やっぱ、運営もさ、ちょっと気使うじゃん。女性のアイドルの方。もちろん j、ね、j y p ファミリーだから、まあ、大丈夫だと思うんだけど、なんか、ゆうくんとか出番遅そ,そうだなって思う、私気のせい。<laughs> あの、女性とやるのは、<laughs> ちょっと遅そ,そうかなって思う。あー、なんとなくわかる気がする。 でしょだって INI、うん、木村正也は、やっぱ遅かったねか。確かに、確かにそうださ、ね、余者絡み遅かったね。うん。で、今、ちょっとあれかもしれんけど、n t m k もやっぱ遅かったわけやねんか。あ<ー>確かに確かに。うん。うん。なんか、ちょっと、U も、U <laughs>、 でもそのラインな匂いするっていうかさ、ちょっと遅そうみたいな。確かに、ね、やるとしてね。うん、だってユうくんナイロンさ、初表紙でさ、センターだもん。<laughs> だあれ、超かっこいいくないみんな。<laughs> 超かっこいい。いいよね、超かっこいい。めっちゃいい。そう、これ買う、いい買わなと思った。うん。<laughs> だってさ、しかもナイロンなんて、なんか良くないナイロン私大好きなんだけど。わかる。なんかさ、そう。ナイロンっていいよねそのなんか、いい、おしゃれだから、その、いい、なんか、めっちゃ好き。うん。なんかさ、あれってさ、ナイロンってさ、日本の雑誌じゃないじゃんね確か、アメリカの雑誌だよね確かに。だから、なんか、カルチャーの匂いがするよねちゃんと音楽とのカルチャーのいするから、なんかよりおしゃれでいいよね。なんか、ね、もちろん女性誌もいいんだけど、そう。わかるよ。かるその気持ちわかるよ。ね、わかるわかる、そう。 なんかそう手に取りやすい僕とか、なんかその推しが出てたら別に女性誌も買うけど、なんかナイロンの方がなんかお求めやすいみたいなとこあるお、うん、<laughs> 求めやすいね。<laughs> うん、書店に行ってお求めやすく、ね、書店に行って。うん。うん あとあれだよね、2PM 先輩ともやっとったよね。うん、そうな、ウヨンさんとやられてて、なんか、うんうん、結構さ、みんなゼッケンつけてさ、ラフな感じだから、最初ウヨンさん分からなくて、でもなんか人数ちょっと多いな、みたいな。<laughs> なんか、そう、<laughs> ああ、ウヨンさんいらっしゃる、みたいな。え、でもなんかさ、私、ウヨンさんの披露してる感じはあんま分かんなかったんだけど、うん、なんかコメント見てる感じだと、ソゴンくんとウヨンさんの声が似てるって言われてる。うん、だから、<ー>でうちらさ、ゴン、ゴンくんの声めっちゃいいと思ったんだえか。そうだね、ちょっとあの、ハスキー。 な感じね、そう。なんか、いい声なんだね。だからね。なんか。えー、多分ーたぶ p m 先輩してる方からしたら、ありえない側から言っとると思うんやけど、ウヨンさんの声いそこを始まりで知るウヨンさんの声みたいな <laughs> <laughs>。ありえんと思うんだけど。いや、そう。でもなんか、すごいいい声なんだと思ってたそうなんだ。そう言われとるんやね。えー、なんかいいね。うん,うん。 しかもなんか、私、うよんさんは、結構ね、オーディション番組いろいろ見てると、結構出てくださってるんよ。なんか、例えば、普通にジプロにも出てて、あの、一の方に、ねえー、出てて。うん、あ、あとね、少年ファンタジーにも出とったかも。うーん、<か>な,るなるほど、なるほど。そうそうそう。だからなんか、すごい、トレーナーとしてすごいちゃんとしてる方みたいなイメージがあったから、<ー>なんか、イコール面倒見、みたいなさ、な <laughs> 感じやりか。ええー、いいね。てかさ、いいお兄さん、いい先輩がここにもいらっしゃった。そうだね。 uh 絶対スポーツしててね <laughs>。嘘 <laughs> <う>そ。<laughs> そこに行き着く。あと、あれじゃない。あの、ティックトックちょっと前に戻るけどさ、あの、うん、エミさん、エんミ先輩ともやっとったよね。うん、そうそうそう、そうなん、そうなん。それも完全にマンネズのさ、ヒュ、うん、勇気で、なんかさ、これもこれで、めっちゃヌナ感あってすごいよかった。そのヌナと一緒にやってるみたいな感じが。わかるわかるわかる。そう。このさ、二人がさ、ちょっと弟みすごいあってさ、可愛かったよね。うんか えなんかいいねやっぱ k p o p のさ方とやっぱ結構さ TikTok のやつ出してんじゃん、うん、例えばさ、まあ、さっきゼベイワンって言ったけどゴヌックンとも撮っ,ったりしてさそそそそう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 ,そうなんかさこうアイドルとの交流がやっぱさそのね何だろう韓国で音楽番組に出てる出てたりまあそもそもねデビューしたりとかの醍醐味やれか、うんうん、熱いね。<laughs> 暑い、そうだね。確かに。うわー、いよいよ。ってか、ほんとデビューしたねっていうのをさ、こういうとこでも実感するね。うーん。そうだね。いいグループだしね、なんせね。いやー、ほんとにそう。以上でね、今回は、ネクスジの、まあ、いろんな先輩方とのね、TikTok 投稿について話していったんだけど、いや、JIP 暑いね。なんかさ、俺あんま馴染みない事務所だったんだけど、そこまで、今までほら、押してきたことがなかったから。うん、なんか、<ー> JIP の良さをすごい感じている。そうだね。 うん、家中の SM がもともと好きだったもんね。いや、そうそう。僕はもともと SM の男、ゲホンゲホンだったから。<laughs> そうそう胸張ってよ。胸を張ってる。好きなんだけど。そう。だからなんか、いいね。このファミリー感、いいね。うん、そうだね。なんかあったかい感じするよね。なんかねうん。あったかあったか、うん、だからさ、ネクスの次の活動が楽しみだよね。あったかい